こんばんは。お休み前の編み替えを始めます。今日はロタジャンバーを編みながら、今日は短めなんですけどお話をしていこうと思います。このロタジャンバーはあと袖があと2模様ぐらい終わったらゴム編みをして、全部完成となるので、だんだん涼しくなってきて、本当にもう今が本当に着る季節にぴったりなので、なんとかもう今週中に編み上げたいなって思っています。で、今日は仕事が終わって早めに帰ってきて、早速帰ってきて編み物をしてたんですけど、さっきまではこのロタジャンバーじゃないものを編んでいて、それがすっごく可愛くできたので、今日編み替え撮る予定じゃなかったんですけど、急遽撮って皆様にご紹介したいなって思っています。で、それがじゃじゃーん、どんぐりです。これ多分編みぐるみのリスちゃんに持たせたらめちゃめちゃ可愛いですね。ちょっと今持ってこようと思います。リスちゃん連れてきました。あ、可愛い。じゃじゃーん、リスちゃんがどんぐりを持ってます。めちゃめちゃ合ってます。でもね、これリスちゃんとね、色が一緒なの分かりますか？そう、もうお察しのいい方は多分気づいていると思うんですけど、これは自分でどんぐりで染めた草木染めの糸でどんぐりを編みました。なのでね、リスちゃんと全く同じ糸で編んでます。なのでね、ちょっとリスちゃんがこのどんぐりを持ってもちょっとね、色合いが一体化しててあまり良くないかもしれない。はい、これをね、今日は仕事から帰ってきて、もうね、ちっちゃいのですぐ編めちゃいました。で、これがのこの編み方が載っている本を私はね、一昨日北海道の手芸屋さんのカナリアっていうところで購入しました。で、その本がこの本です。12ヶ月の花のリースというリースの本です。で、アップルミンツさんから出ている本なんですけど、これはその1年間1月にあったリース、2月にあったリースっていう感じで、本当に1年間いろんな季節に合わせた行事とかお花のリースが載っている本で、ちょっと中は見せられないんですけど、私はこれがあんまり、私手芸屋さん行っても本コーナー見ることあんまないんですけど、ちょっと目に留まってパラパラって見たら本当に可愛くて、このどんぐりが載っているリースは10月のリースなんですけど、どんぐりとかかぼちゃとかコウモリとかお化けのハロウィンのリースっていうやつで、もう本当に見せたいんですけど見せられなくて、編みたいなと思って買いました。私のお気に入りは5月のスズランのリースが本当に可愛くて、絶対に編みたいなって思ってます。あと4月が桜のリースっていうので、桜の花びらがたくさん敷き詰まったリースなんですけど、これはもうもちろん桜染めした糸で編みたいなって思ってます。で、この12ヶ月の花のリースという本を買いました。それでなんでこの本を買ってリースを編もうと思っているかというと、2024年の夏に私は毛糸屋さんとカフェをオープンする予定なんですけど、
今その玄関を今すごくいろいろ決めている時期で、ドアとか玄関タイルとかいろいろ悩みながら決めていて、でドアを最近最終決定したんですけど、四角いドアじゃなくてアーチ状のドア、かわいいドアを選んだんですね。でそれがすごくなんだろう、リースが映えそうなドアで、でそのお店の玄関は本当に可愛く、なんだろう、写真とか撮ってもらえたら嬉しいなっていう、なんか可愛くしたいなって思ってたので、そのアーチ状のドアにして、でこのリースを自分で編んだのを季節に合わせて玄関に飾れたらいいんじゃないかなと思ってこの本を買いました。でこの本は一応指定糸が刺繍糸になってるんですけど、私はソックヤン、フィンガリングの糸 でかぎ針は2号で編もうかなって思ってます。で今回どんぐり試しに編んでみたんですけど、サイズ感とかもすごいちょうどよかったので、私は多分これからも全部ソックヤンで、でその季節の花とかものはなるべくその袖そのもので染めれたら染めたやつで編みたいなって思ってます。あと普通に何だろう、余り糸とかの消費にもいいなって、あのソックヤーン結構余ってるので余り糸の消費でいろいろ編んでいきたいなって思います。私は本、手芸本、編み物の本を買うのはつい最近、だるまさんのパターンブック8はデータ版で購入したんですけど、もう本自体を買うのはすっごく久しぶりです。あれだ、このシンチアさんの編みぐるみの本は買いました。でもその日本の手芸本を買うのは本当に久しぶりです。で本だとなんか2つとか3つ以上編みたいのがあったら買うって自分の中でなんとなくルールがあるんですけど、この今回買った12ヶ月の花のリースの方はもう全部編みたいぐらいな気持ちで思ったので、即決で買いました。でこの今一応どんぐりは編んだんですけど、10月のリースを編み切るかはちょっとまだ決めてないんですけど、このねどんぐりがもう可愛すぎて、で試しにというか編んでみたくなって編んでみました。またねリース作ったり、もしねリース編むってなったらそれもこれから動画にしていこうと思うので、もし気になった方は手芸屋さんに行ってパラパラって見るだけでも本当に楽しいと思うので、ぜひ見てみてください。では今日の編み会はここまでにします。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。